ミカと、イコの、幸せ、未来計画、イエーイ。はーい。今日は21回目です。はーい。はーい。イエーイ。はい。では、じゃあ、紹介からね。うん。私は、一級建築士の占い師、占い講座講師、ムーミ PDH アカデミーのミカです。はーい。スピーチャルサロンのルアナの店のスピーチャルカウンセラーのイコです。よろしくお願いします。はい、イコさんよろしく。はい、では、この番組は、はい、1番目、ゲストをお迎えして教えていただいたスキルの実践、検証していくこと。はい、2番。視聴者の皆様方と、はい、私たちとゲストの方と視聴者の皆様のご縁を広げていく。はい、イエーイ。じゃあ3つ目、私たちの気づきやメッセージをシェアしていく。はい、こんな番組です。こんな番組ですね。はい、すいません、なんか20回やってなんか毎回ボロボロっていう。この間のね、うん、ライブ配信だ。そう、ライブ配信で、滝上雅子さんにね、カラーセラピーとボイスヒーリングをされてるね、滝上雅子さんのお話聞きましたね。あの時テロップがこう出るので、テロップ読んでる。前回ね。はい。で、今日もボイスヒーリングのね、方なんですけども、はい、スミレ猫、リラクゼーションサロンの、はい。三浦舞さんですかね。はい。はい。楽しみですね。はい。はい。今日はね、どんなお話が聞けるのか。じゃあ、呼んでみましょうか。はい。じゃあ、せーの。舞さーん。舞さーん。はーい。こんにちは。はーい。こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。はい。じゃあ改めまして、スミレ猫リラクゼーションサロンの三浦舞さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、舞さんから少し自己紹介をお願いします。はい、スミレ猫リラクゼーションサロンのスピリチュアル整体師三浦舞です。三崎町の、山の上と福目南町の、53号沿いのところで2軒でやっています。はい。いや、よろしくお願いします。すごい素敵な方ですね。そうそう、イコさん、2週前ですかね。はいはいはい。2月5日に出ていただいた、スカッとしてますか？リンダさんのお姉さん。お姉さん。ねえ、なんかイメージ全然違うけど、やっぱりお顔はよく似てらっしゃいますね。うん、でも雰囲気全然違う。よく言われます。うん、でもね、姉妹でやっぱりスピリチュアル的なことをされてるっていうことですよね。そうですね。なんか体に興味があって、うん、2人とも。じゃあ、三浦舞さんのお仕事についてお聞きしたいんですけども、どんなお仕事を、どんな方向けにされてるんですか？主にスピリチュアル整体っていう整体と、あとはヒーリング、ボイスヒーリングとか、霊気ヒーリングをしています。で、まあ、整体って言ってもね、肩が凝って、いくらこう、揉んでもらっても治らないんですとかいう方、ね、いらっしゃいますけど、まあ、それはね、やっぱり整体、体全身を見て、なんか肩も全身つながっているので、他のところも凝っていて、そこをほぐしていけば肩がこうほぐれていくってことは、まあ、大体あると思うんですけど、やっぱり心と体もつながっていて、心をほぐしていくことで体がほぐれていくっていう、そういうアプローチをするんですね。で、まあ、スピリチュアル整体に関して言いますと、例えば体を私が触った時に、ま、すごい怒っている感情がすごく溜まっているとか、
触った瞬間すごい悲しい悲しいっていうのが伝わってきたり、あとはなんか言いたいことが言えてないくて、でも本当はこう思ってるんだっていうのを、体の方がご本人よりも分かっていることが多いみたいなんですよ。で、それを、触ると、だんだん、こう、体さんが心を許してくれて語り出すんですね。うん。で、それを聞きながら、その部分をほぐしていって、で、だんだんこう、緩んでくると、なんか体の方も反応してくれて、で、その会話をしながら、緩めていくことで、なんかすごく心がすっきりするっていう、そういう、生態をしています。生態と、あとボイスヒーリングもされてるんですかね。はい。ボイスヒーリングは、そうですね。音の振動を活かして、あるべき、体が発しているべき振動数にこう合わせていくんですね。体を調律する、ピアノの調律みたいな感じで、私がうーんって言いながら、あるべき周波数の音を各体の部分に当てていくことで、そのチャクラって言ってエネルギーが出たり入ったりするポイントが体にいくつもあるんだけど、そこを、正しい状態に整える、そういうヒーリングなんですね。で、例えば、この胸の、ここにもチャクラが一つあるんだけど、ここは、胸、呼吸器とか、腕とか肩とかを担当しているエネルギーのポイントでもあるし、心の癒しっていうのも担当しているポイントでもあるので、でそれを、こう、もともと生まれ持った時には正しい状態なんだけど、ストレスとか生活習慣でこうずれていくのを、こう、感知しながら、ずれているところをこう直していくみたいな感じです。へえ。じゃあ、舞さんは、こう、音を、こう、体を触れていくと、あ、そのなんかちょっと違うなっていうことを感じ取ってくださるっていうことですか？そうですね。7つの音、7つの部分なので、それぞれの音があるんですが、それを、うんって言いながら当てていくと、ずれているところは、例えば、ノイズ、音のノイズみたいに聞こえるときもあるし、私の声が出にくくなったりするときもあるし、息が苦しくなったり、いろいろなんですけど、大体ノイズで聞こえることが多いんですが、あとはなんか色で見えたりとか、で、そこがずれてるなっていうところがあると、強めにヒーリングをかけていく感じなんですね。すごい。面白い。私、やってもらいたいな。行く。そうですね。なんか、遠隔でもやっていまして、イコさんにこの前やらせてもらったことがあるんですけど、その時も同じように聞こえますね。多分、離れてても同じで、ちょっと何かこう、その時の不調だったり、これからの予防に関してもそうなんですけど、何かあると、なんかノイズに聞こえますね。面白い、中の方をね最初見たらちょこちょされてる中をね、はあって、あ、なんかこちょこ丹田のあたりかなと思うんだけど、ちょこちょされてるなとか、あ触られたっていう左足入ってきて、で、その後ね、いろいろと詳しくね、こういうふうな体の状態でした、こう感じましたよっていうことで報告してくださるので、それもすごくね、何回も読み直しができて、私は。ちなみに、やっていただいた感じ、どんな感じだったんですか？あ、私のことですね。それは、はい、すみね、舞さんに聞いてるね。ああ、じゃあ、どんな感じだったんですか？イコさんのやった感じで、こう、どんなところが、どんな感じで。なんて言ってたっけ？私ね、その丹田のところが、第二チャクラっていうのがあって、で、そこが一番やっぱりヒーリングが強くかかってるなっていう感じが、こっちにもしていたので、イコさんちゃんと受け取ってくださったなっていうのが分かったんですけど、どうでしょう？私、いろいろ、思い当たること、第二チャクラに関して思い当たることいろいろ書いたんですけど、イコさん何か当てはまりました？当てはまりました。なんかね、そんな贅沢をしてはよくないとお考えになったりしてませんかっていうことで、くださったんですよね。そういうふうな感情が入ってますよっていうことで、
そんな感じの時のなんかこう、あ、そんなとこあるのかな子供の頃っていうような、ああブロックが、あ、うん、感じました。だからなんか体だけじゃなくて心も気づきがね、うん、伝えてくださるし、うん、なんかね、みぞおちの方なんかもね、いろいろとね、見てくださって、そこもね、手足のね、冷え性のところも。へそうですね、そうそう、イコさんの場合は、多分その第二チャクラのこちょこちょしたっていうのが、うん、体の面っていうよりは、どっちかっていうと、自分に対して、厳しくされ、なんかされてるのかな、厳しくっていうか、なんか、うん、厳しくっていうか、なんでしょう。すごくご自身のことを観察されている方でもあるので、うん、なんかそういうのが出てて、なんて言うんでしょうね、贅沢な気持ちを、うん、じゃあ出てきたら、そういう気持ちが出てきたら、この気持ちをどういうふうにしていこうかっていう、いろいろ発展させられて考えたりとか、もしかしたらそういう感じなのかなって、私の方は思ったりしたんですね。なんかわかる気がします。なんか、ね、うん、の中ではね、落ちましたよ、ふに。なんかこんな風になりたいなっていうのがあるじゃないですか、贅沢な。うん、講座を受けた時に思ったんですけど、うん、あ、生活したいなって思ってる自分がいるんだなって、その時気がついたように、あ、ま、後押しされたような。あ、なるほど。贅沢気分っていうか、ゆとりやつがしたいんだなっていうのは、なんか感じました。で、気分がね、うん、多分ね、気づいてないんですよ、本人は。これは。だけど、自分の心の奥はそれを求めてるのかなっていうのがね、ちょっと前から。そうですね、決して悪いことというわけではないんですけど、うん、まあ、その辺でこう、過不足のバランス、エネルギーの過不足のバランスを何か整える必要があって、でのヒーリングがかかったのかなというふうに感じました、ね。おー、すごい。いやいやいや、整体ね、普通の整体に行っても、肩こりとか、ちょっと調整してもらっても、治らないこととかもあるし、うん、いくらなんかこう、ね、マッサージしてもらっても取れないっていう場合は、やっぱり違うものの影響だったり、心の部分だったりとか、何かあるかもしれないということも考えれますね。そうですね、あるかもしれないですね、うん、人によってはですけれども、うんうん、やっぱり普通にね、日頃のメンテナンスとして通ってくださる方も中にはありますし、うん、なんか皆さんがそういう抱えてるわけではないんだけど、うん、なんか何やっても良くならないしっていうことで来られた中で、やっぱりそういうふうに体さんがこうしてほしいのに本人が気づいてないみたいなことはよくあります。はいはいはい。うん、だから、なんか、整体を受けて、まあ、翌日とかに感想をくださる方もよくあるんですけど、うん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 、こんな風に意識が変わるとは想像してなかったですって言ってくださることもありますね。なるほどね。スピリチュアル整体もちょっとまあ気になって、どんな感じでされるんですか？実際に触れて、体に触れて、もみもみマッサージなんですけど、うん、はいはい、うん、はい、全身をもう足先から頭までこう触らせていただいて、だいたい肩が凝ってるっておっしゃってても、なんか腰とか背中の方がガチガチだったりして、うん、そこから肩が凝ってるってこともあったりするんですけど、うん、なんか例えば、うん、なんか身内とかの身近な方に対してすごいストレスを持ってて、でも言ってもしょうがない。なんか言ってきたけど、今まで何も言っても聞いてもらえなかったっていう怒りがずっとここに背中に溜まっていたりとか。例えば、なんか整体を受けてても、こう、意識が自分の方に向いてないな。なんかこう、自分の周りのものにばっかりこう意識がいっておられるなって、その気の流れっていうのがこう感じられるんですけど、うん、でそこをこう、まあ、お話ししていると、うん、やっぱり子供の時からちょっとそういう、そういえば家族に対して思ってることが言えなくて、こう表現すると何言ってんねんみたいな感じで抑え込まれてきたっていうのがずっとそういえばありましたっていうのがあったりとか、そういうのが出てくるので、それがずっとコリになって長年ありますから、そこを落としていくみたいな感じですね。うん、あ、面白いですね。うんうん、でも気持ちよかったので、遠隔、うんうん、すごく気持ちよい。うん、じゃあリラックス、ね、この起業のきっかけとかは、うん、どういうことがきっかけなんですか？すごいなんかいろんなこと感じられる方なので、うん、そうですね、ずっとね、
まあ、マッサージを仕事にしたらいいっていうのは周りから言ってもらってたんですけど、なんかまあ昔から人にね、こう体を触ったりとかするのが好きだったし、あとは子供の時からすごく自分の体の細部の動きに興味があって、こういうふうに動かしたらどうなるかっていうのを自分で研究してたんですね。だから、すごく体ちっちゃくて痩せっぽちでヘロヘロしてたんだけど、青白い顔してたんだけど、すごくめちゃくちゃ怪力で、なんか、そう、なんか筋力測定とかスポーツテストとか、うん、いつもクラスで一番強かったみたいな。おー、すごい。で、なんかそのぐらいこう体の動かし方に興味があって、で、こうね、人の体を触ってこうほぐしていくっていうのも好きで、なんかね、やっぱりコミュニケーションだし、相手がこうほぐれて気持ちいいってなっていると、私も気持ちよくなっていく。だからね、うん、大好きだったんですね。ただそれを職業にしようっていうのか何か分かんないけど、うん、思ってはいなかったんですけど、岡山に移住してから、まあね、ちょっとね、自分を変えたくなった時がありまして、うんうん、まあ、いこさんのところにもよく相談に通ってたりもしてたんですけど、うんうん、なんか何かこうブレイクスルーしたいっていうのがあった時に、うん、一つは、経済的に自立するっていうことで、すごくこう自分が卑屈であった部分を、なんか自信持てて、こう、プラスになれるんじゃないかなっていうのがあって、何かこう、起業したいっていうのがあって、じゃあ何しようかってなった時に、なんでずっとマッサージって言ってるのにしないのって、周りから友達とかから言ってもらったんで、あ、じゃあやろうかなって思った時に、たまたまその近くにいらっしゃった整体師さんにそういう話をしたら、今、使ってない整体ルームがあるんで、使っていいよって言ってもらって、じゃあできるやんってなって、うん、そしたら、それでね、まあ、リフレクソロジーの、じゃあ勉強ちゃんとして、なんかこう、整体するのに免許とかなくてもいいんだけど、うん、なんかあった方が、こう、自信につながるしと思って、申し込んだら、勉強してるときに、友達がね、実家にマッサージベッドをなんか人に置いていかれて困ってるから引き取ってくれへんって言われたんですよ。すごい。うん、でこれがあったら開業できるって思ったら、うん、別の友達もまた、実家にマッサージベッド置いていかれて困ってるからもらってくるんですよ。すごい。折りたたみなのやって言われて、だったらこれがあれば出張もできるってなって、だからね、そのお部屋とマッサージベッド2つが手に入ったので、うん、あとは、足湯のための道具だけ揃えて、うん、もう見切り発車なんだけど、とりあえずやっちゃおうってやりながら、うん、こう、メニューの内容をこう精査していったり、なんか、代金のこともちょっとずつこう、みんなに聞きながら変えていったりしようって思って、とりあえず行動に移したんですね。あ、なるほど。そう、それで、たくさんの人に、まあ、プレオープンしちゃおうと思って、オープンする前に1ヶ月間プレオープンするから、とりあえずみんな来てって言って体触らせてもらって、こういう感じでやっていこうっていう方針決めながら、自分のカラーっていうのを分かっていって、うん、そういう感じで始めました。でやっぱりね、やってよかったなってすごい今思ってます。もうね、用意されてたんですね。なんかね、こう決めたら、こう、どんどん拍子に行って、やっぱり私の進む道だったんだなっていう感じで、すごく今幸せなんですけど。おぉ、すごい。へ、なんか用意してからじゃなくて、うん、っていうのがすごくね、うん、Y さんにとってすごい強みというか、バーッと流れを引き寄せてるのかなって今、うん、そうですね。うん。なんかやろうと思えばね、うん、まあ、その、それで言っていけば周りが動いて、あるよ、あるよ、ベッドあるよ、うん、ベッドあるよとかね、うんうん、うんうん、いろんなものがこう寄ってくる、引き寄せていけるというか。うんうん、そうですね。その時、いこさんにも相談した時に、うん、赤い龍さん、龍神さんを、うん、どっかの神社に行ってつけてもらったらいいよって、売ってくださったんですね、うんうん、でそしたらね、私の義理の弟が画家をしていて、うん、龍を描く画家なので、彼に赤い龍神さん描いてもらおうって思って、でそれをまず依頼して、それをもうサロンに飾って、うん、じゃあスタートっていう風にしたんです、うん、すごい。もうその行動力ね、絵を描いてもらう
ていうところもまたすごいし。ねえ、すごいな、うん。でも本当に自分がね、道、進むべき道っていうか、ピタッと会った時って、もう加速しますよね、どんどん。そうですね。うん、なんかここへ来てやっとっていう感じなんですけど、うん、ずっとなんかいろんな答えながら、何が合うんだろう、何が合うんだろうっていうのがわからないで、うん、結構、あの迷いの人生だったんだけど、そこでなんかパチッとハマって、うん、そうですね、もうずっと自分の過去を掘り下げていくっていう感じがしてます。シンクロする言葉も大事ですよね。人から言われること、うん、シンクロする言葉、みんなから言ったら。そうですよね。よく言われますよね。なんか、あそこでも言われたけど、ここでも同じこと言われて、やっぱりそうなのみたいなね。そうですね、うんうんうん、あ、そうそう、なんか昔から結構占い好きで、うん、あの行って見てもらったりしてたんですけど、あの占い師さんからこう占いやったらいいんじゃないのって言われることも結構多かったんですね、うんうん、で、あの実は今あのチャネリングメッセージっていう仕事もやっているんですけど、うんうん、あの一番最初まだプレオープンした時とかは、うん、おまけとして整体の後にお客さんにカードを1枚引いて、オラクルカードを1枚引いてもらって、うん、私はそれを、あの、解説書を読むって、それだけのおまけ、5分ぐらいのことをしてたんです。でも、それでもすごい、やっぱり引き寄せ当たりますよね。で、うん、面白かったけど、でも、これって私じゃなくてもいいし、なんか、ただお客さんが、読んでも変わらないことだなって、なんかちょっと違和感を感じ始めていたときに、うん、その、整体って、私にとっては、うん、あのエネルギーのリーディングなんですね。で、あのその方の、まあ、本質の部分、あの 本心とか、うん、本当のその人の姿だったり、まあ、ハイヤーセルフとか言われることかもしれないんだけど、そこと私はこう会話をしているんだなっていうふうに思っていたので、だったらあの体を触らないそういうカードとかに関しても同じことができるんじゃないかなって思って、うんうんうん、そこからは今はもう体を触らなくて、全然知らないニックネームだけの方とかもあのチャネリングメッセージをこうできるようになったんですけど、うん、でもね、あのメインは今はなんかその方のお名前を本名を伺って、その言葉、お名前の持っている音の響きとか、やっぱり私らしく音の響きとか、うん、その漢字の持っている、まあ、図形としての波動とか、そこにチャンネルを合わせて、でその方の、本質がどんなことを望んでいるのかっていうのをメッセージをさせてもらってるんですね。生体と同じインプットでやっている感じです。人を呼び取ることができるってことですね、心も体も。そうですね、本当に同じですね、もう一つですね。すごい、じゃあもう全部がつながったって感じですね。そうですね、どんどん深めていきたいし、うん、なんかあの私がこうやってね、あの起業することですごく自分の本当の望みと合致できて、どんどんこう嬉しい気持ち、うん、今ハッピーばっかりなので、なんかこういう気持ちをシェアしたいなと思っていて。すごい素敵。うん、だから、まあ、体を触らせていただくお客さんもだし、うん、そうやってあの遠くのね、どこか遠くの知らない人が、うん、なんか今私はどういうことをしたらいいんだろうっていうことを聞いてくださって、うん、でちょっとでもなんかね、本当の気持ちに気づかれるきっかけになったらいいなと思っていて、うん、なんかね、どんどんそういうことを増やしていきたいなって今思っています。うん、あ、すごい素敵、うん、なんか、とかあんな遠隔的なものでこう申し込みができるってことですね。そうですね、はい。じゃあもうどこにいてもね。申し込み？あの遠隔でもできるから、もしこれを見てねやりたいっていう人がいたら、うん、あのやってもらえるっていうことですよね。はい、今その、チャネリングメッセージは今あのキャンペーン中で初回無料でプレゼントさせていただいてるんです。じゃあ、皆さん、キャンペーン中、初回無料、ぜひ。うん、やっぱり相性があるので、一回お試しください。ね、じゃあ、舞さんの、ね、Facebook の、ね、とか、どっかのアドレス、ね、リンクしときます。ありがとうございます。はい、ね。概要欄にも入れときますので、はい、そこから、飛んでもらったら、ね、舞さんにメッセージができるようにしときます。はい。はい、お待ちしてます。はい、では、はい、ここでミカのおねだりタイムです。はい、イエーはい、ミカのおねだりタイムでは、はい、何か私たちもこう体験させていただいたり、
視聴者の、ね、方たちにもメッセージ届けるっていうことをさせていただいてるんですけど、今日何か体験させていただけませんか？はい、ボイスヒーリングを遠隔でもやっているので、まあ、全部やっちゃうと長すぎるんですけれども、一部体験していただこうと思ってるんですね。で、まあ、今の時期って、免疫のことで気にされている方も多いかなと思ったので、免疫のバランスを司っている、担当しているチャクラ、溝落ちの、はい、ですね、ここの辺ですね。はいはい、そこに対してやらせていただこうと思ってます。はい。はい。でね、ここのチャクラなんですけど、ここに該当するその周波数の音っていうのが、659Hz っていうんですが、この音をね、ちょっと、私が正確な音をちゃんと測って、うんっていうので、ミカさんは、みぞおちの部分に両手を当てて、はい、両手を当てて、はい。私と一緒にその音を、ハミングで、っていう、鼻からここから出ていくような響かせるイメージでやっていただきたいんですね。はい。ちょっと準備を、10秒ほどしてもいいでしょうか。うん、はい。じゃあ、準備します。はい、準備します。はい。じゃあ、準備、入ってきました。はい。はい。では、始めまーす。はい。ちょっと私が音を音叉で聞きます。そうですか？ミカさん、この音は出せますか？もう一回やってください。わかんない私がこう、ミカさんに送っていきますので、じゃあ目を閉じて、溝落ちに両手を当てて、ハミングをしてもしなくてもいいです。はい。いきます。はい。どうでしょう。どうなんでしょう。わかんない。私の方では、うん、まあ、ちょこっとこうずれをやっぱり感じていたので、うん、まあ、免疫に関してだけじゃない部分の、いろいろね、このお腹の消化器系とか、うん、まあ、皮膚とかアレルギーとかにも関してだし、うん、あとはこう楽しみを拾っていくとか元気になっていくとか、いろいろそういうのを司っているところなので、うん、どれがミカさんに当てはまるのか、まあ、はっきりとはわからないんだけど、例えばそういうところに対するトリートメントができたのか、うん、もし元気がありすぎるということも、まあ、いいことなんだけど、まあ、なんかちょっとこう興奮してるんだったらちょっと抑えていったのかもしれないし、プラスマイナスどっちかはちょっとわからないんですけど、今ので、ご本人がどう感じたかではありますが、なんかなんて言ったらいいんだろう、よくわかんないんだけど、あ、でも必ずしも感じるとは限らないです。うん、別に感じても感じなくても、そういうことが起こっているっていうのがヒーリングなので、もし、何かあれば言っていただくけど、お客さんでも別に、ね、感じない方もあるし、それはそれで大丈夫です。何、この第三チャクラですよね。はい。第三チャクラで、なんかちょっと、まあ、ずれがあった、なんかそのキーワードとしては、なんか、ちょっと何かありますか？胃腸などの消化、胃腸っていうよりは腸の上の方と胃とかの消化器系だったり、あとは、まあ、冷え症とか、アレルギー免疫とか、皮膚とか、皮膚、あとは、こう、楽しみを拾っていく力だったり、楽しみを、
消化器系。でも消化器系は、不調にはなりやすいのはなりやすい。うん、あと、でも、楽しいことをしたい。十分楽しんでいらっしゃるみたいなんで、なんだろう。私もわからないです。そう、楽しい。なんだろう、第三チャクラ。うんね、慢性的に疲れている方もここが反応したり、うん、あとは腎臓とか、うんうんうん、なんだろう、血液循環とか、うんうん、でもあるんですけど、あ、でもなんか胃腸とかは胃腸さなくてもいいです。でも胃腸とかね、結構、うん、あの不調になりやすいかもしれない、うん、で、うん、そしたらまあ、うん、あの私もヒーリングの先生に見てもらった時に、うんうん、なんか胃、うんうん、にすごい反応したって言われた時、はいはい、別に何もないんですけどって言ったら、じゃあこれからの予防になったんだねって言われた時に、あまりでもプラセーボになっちゃいけないんですけど、美香さんのことではないですが、私はその後お腹が痛くなって先生を待ってたなと思ったりもしたんですが、それに関する予防のためのトリートメントができたのかもしれない、うんうんうん、これ買いたくなるってことではなくてね。なんか免疫力をね、上げるっていうか、うん、今、いろいろありますからね、うん。そう、明日もね、受験なんですよね。息子がね。うん、この子供たちもよく胃が痛くなったら胃腸悪くするから、ね、私も気をつけなきゃ、みたいな、うんうんうん。でもなんかすごいね、あったかくなる感じがあって、ね、これね、じわじわと、こう、効いてくるっていうか、その時には何が起こったのかわかんないけど、なんだろう、こう中、なんかちょっと芯がずれてたとしたら、こう中心に集まる感じ、なんかわかるかな、わ、うん、かんない。説明が悪くてごめんなさい。うん、うん、あったかくはなる。うん、ね、いいか。私もそばで聞いてて、うん、なんか目つぶってたからか、うん、ほーってなる、ほーって、ね、なっちゃいますね。うんうん、あのその声がすごい気持ちよくて、なんだろう、入ってくる感じ。そうだね。なんだろう、あのどこで声言われ、まあ、イヤホンしてるのもあるんだけど、言われてるのか分かんないけど、入ってくる感じ。うんうん、なんだろう、染み込むっていうの、うんうんうん、そういう、なんだろう、波動なのかな。うん、スーッとこう、体に、分かんない、入ってくる。本当にね、あの人それぞれ感じ方が違うので、うん、よくわかりませんけど、うん、でも気持ちいい、はい、本当に気持ちがいい、うん、その多分音を聞いてるだけでも、そのマイさんのなんだろうね、気持ちいいの音が、うんうん、響く感じがね、柔らかくて、そう、うん、そう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 、うん、絶対音感があるんですかね。拾っていくわけ、チャクラの、うん、を拾っていくっていうことは、うんうん、ね、絶対音感がないとできないですよね。でこれちょっと狂ってても人間なんか体って違和感を感じるじゃないですか。そうですね、うん、うん、そういうことだと思います。あの、ね、うん、ピアノの調律と一緒でね、うん、あの正しい音とちょっとずれてるのを感じながら、うん、別にちょっとぐらいずれてることは人間なので普通にあるんですけど、うん、だいぶ大きくずれてたりするとこう修正していく感じですね、うんうん、じゃあその音を聞くっていうのも調整にもなるっていうことですか？あ、なると思います。よくあの、ヒーリングミュージックとかでもね、うん、ソルフェジュ音階とか、うん、あの、各チャクラに作用するような音楽っていうのはよくあることですし、うんうんうん、それと同じです。うん、なんか音差とかもありますよね。うん、この第一チャクラの音差をピーンってやったら、うんうん、なんかそこがちょっとなんか整っていくみたいなね。そうですね。そういうのを聞かれるのもいいと思うし、うん、でそれを直接、まあ、うん、あの、体に当てながら、あの、霊気ヒーリングも併用しているので、そういう、あの、手当て療法の一つなんですけど、うん、それで、あの、まあ、その、いろんな角度で調節していくのを私はやっています。うんうん、ああ、あの、これね、絶対全部をやってもらった方がいいと。なんか、そこだけやってもらうと、なんか他が、なんか、気持ち悪くなってくる。そうなんですよ。あの、本当は、あの、第一チャクラから下から順番にね、こう、歯車を分かるように、下からこう、順番にやっていくものなので、一個だけやってどうなのか、ちょっと、多分大丈夫だと思います、ね、うん。あの、うんうんうん、そこだけ調整、なんかね、されると、他をなんかやってほしくなる。ね、うんうん。なんかね、普通、よくある、あの、ヒーリング音楽は、うん、あの、
自分はここを癒したいっていうので、そこをピンポイントでやっていくことなので、うん、それが別に間違いではないですし、うんうん、ただやっぱり全部やってもらった方が、うん、分かりやすいかなとは思います。ねー、わかりました。なんか無理を言って、なんかピンポイントでやっていただいて、ありがとうございます。ありがとうございます。うん。あと、ね。うん。うん、視聴者の方はいいですか、うん、先ほど聞いてもらったから、いいですかね。なんかありますか、うん、なんかできる。ピーンポーとか声を、まだ視聴者の方にこれ聞いてくださいねってぐらいの感じで。うん、これがどこの音を整える音とか、うん。そうですね、うん、もうなかなかこう聞いて覚えるのって難しいと思うんですよね、うん、どうしようかな、まあ、うん、言うたらドレミファソラシドに近いものはあります、うんうん、下から、うん、でも全くその通りではないので難しいな、うんうん、口で伝えるのは、うんうんうん、難しい体験してあ、だって今視聴者さんも今舞さんがキャンペーン中なので、うん、無料で一回メッセージをいただけるんですよ。もしね、これこうチャンスなので欲しいっていう方はメッセージ送ってくださいね。これが今日プレゼント、すごいよ、スペシャル。すごい視聴者の。ありがとうございます。今日は視聴者プレゼントまで。うんうん、はい、でね、体と心とその潜在意識っていうのは必ずつながっているので、うんうん、どれかを緩めることで心も体も緩んでくるし、でその全部が緩んで初めてなんか自分の望みっていうことに気づいて、そこをちょっとずつ自分でこう潜在意識だったものを意識に下ろしてきてっていうのもやっぱ体もあって全部なんですね。で緩んでとってもリラックスしている時に気づいていけることだし、うん、どんどんこう引き寄せていけると思っているので、ぜひね、心も体も、うんうん、そういうなんか自分の気づいてないことも含めて、うん、トータルで癒されていってほしいと思います。あ、これあれですか、メッセージってどんな感じでメッセージいただけるんですか。そうですね、私はその、うんうん、言葉の持つ響きとか、うん、すごくエネルギーが、うん、プラスのエネルギーにしていけると思っているので、うん、その自分の、うん、まあね、そのお相手のハイヤーセルフさん、ガイドさんに質問をして、うんうん、まあ、お客さんがこういうことを聞いてほしいって一問いただくんですけど、それに関して聞いて。じゃあ質問をいただいた方がいいってことです。今必要な。はい、ああ、そういうことですね、うんうん。メッセージくださいというよりは、質問をした方がいいってこと、ね、そうですね、うん、何か質問してください。でそれに関して私が、うん、メッセージを得て、うんうん、それを私なりの、癒しの言霊に変えて、まあ、文章なんですけれども、うんうん、その響き自体が波動を持つように自分で書いていきます。でそれをお渡しします。ああすごい。じゃあ一問だけ質問を書いて送ってくださいっていうことですね。はい、はい、わかりました。どうもありがとうございます。ありがとうございます。はい。はい。では最後に、舞さんの未来計画についてお話してもらったらと思います。はい。はい、やっぱりね、本当の自分とつながってもらうことで、うん、どんどんこう幸せを引き寄せていってほしいって思っています。だからできるだけやっぱりたくさんの人に体も触らせてほしいし、うん、メッセージも送っていきたいと思っているんですね。うん、で、うん、そういうふうに思っています。はい、たくさんの人と。それから、うんうん。でね、私の持っているものをシェアするっていうのの一環で、今計画中なのが、うん、霊気ヒーリングっていうヒーリングの、うん、セミナーをね、スクールを開こうと思っていて、今、絶賛準備中。はい、それもね、お店に来ていただいたりとかして、うん、私が施術するっていうのも一つだけど、うん、自分でもできるんだったらもっと便利じゃないですか。うん、だから、そのやり方を、ノウハウを持って帰っていただいて、うん、ご自身にやりたい時にやるとか、うん、身近な大切な人にヒーリングをできるようにとか、まあ夜中でもね、お店に来れない時になんかちょっと調子悪いなって思った時にパッとできるとか、そういうふうに皆さんが自分とか大切な人を癒せるようになっていったらもっといいなって思うので、うん、できるだけ早くスクールを開いて広めていきたいなって思ってます。うん、あ、素晴らしいですね。
今度はね、舞さんから届けるだけじゃなくてね、届ける人を増やしていくっていうね、自分も幸せになり、みんなも幸せにしてあげることができて、広がったらいいですね。ねえ、いいですね。はい。今日はね、素敵なお話も、ね、ヒーリングもありがとうございました。そしてね、何より視聴者プレゼントもありますのでね。はい。皆さんぜひ受け取りたい方は受け取ってください。はい、お待ちしてます。はい、ありがとうございました。舞さん、今日は。はい、ありがとうございました。ねえ、お疲れ様でした。舞さん、ありがとうございました。もうめちゃくちゃ素敵な方ですね。ね、もうなんかね、うん、出会った時、始まった時から、うん、なんか波動を感じられる方なのか、波動がこうね、こう伝えていける方なのか、うん、なんかもう私の中のぼーっとするような。うんなった泣くというか、なんかちょっと雰囲気違うんですけど、さっきまで本当に頭がこう、目に持っていかれるような、影響を受けた後にリセットできるような。ああ、いや、でもね、もういるだけですごい心地よいっていうか、うん、多分なんか見てる方も伝わると思いますけど、すっごいね、持たれてる。そう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 。でも、ふんわりした雰囲気の中に、すごく強い芯を感じる、ね。ね、なんか赤いものを持ってんだろうなっていう本当にそんな感じです、うん、そんな感じでねなんか感じがします、うん、そう、なんか本当にメッセージもキャンペーン中でいただけるっていうのでもうぜひ応募してくださいね。もうこんなスペシャルなねプレゼントないです。一つだけ質問一つそうそう質問を一つ書いてメッセージ送ってくださいね、うん、お名前とねそうですね、うんうん名前の波動も見られる感じで言われてましたからね。すごいですね。私も応募してみます。応募してみます。はい。はい。ね、ありがとうございました。ました。で、はい。次回はね、また今度は、はい、に、花、はい、セラピストで、すごい、そうそうそう、はい、花セラピストシニアインストラクターで、角、はい家元池坊稼働教授の野上美香さんをお迎えしてお話を聞きたいと思います。はい、楽しみですよね。うん。すごい多彩な方でね、美香さんもね。うん。ね、そうそうそう、作ったりするのもすごく上手でね。ねえ、うん。なんかこれから春になるし、いろんなことがあるので、うん、花もきれいになる、咲く頃じゃないですか。うん。うん、ね、ちょうど。ね、お花なんかね、本当に学校にもいつも、ね、池田の点、持ってかれてたりとかするんですよ。花の心理学的なもの、私もありますけど、ね、うん、深いですよね。ね。たっただもんね。面白いです、うん。はい。また楽しみですね。はい。はい。じゃあ今日もありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、はい、ハッピーデイズでありますように。応援隊の美香と、いこでした。ありがとうございました。次回は、花セラピスト、シニアインストラクターで、華道家元、池坊、華道教授、野上美香さんをお迎えして、3月5日、10時30分から、ライブ配信でお送りいたします。皆さん、コメントお待ちしています。お楽しみに。